自分で死ぬか、殺されるか、どっちがいい？数々の伝説を残してきた、2チャンネル史上最も怒らせてはいけない嫁シリーズ。今回もまた、苦節嫁なサイコパス嫁によって、お仏が粉々に処分された。背筋が凍りつくほどの展開を、ぜひ最後まで見届けていただきたい。嫁がサイコパスと知らず浮気してしまった夫、究極の二択を突きつけられた結果、至急、助言求む。出先で携帯から売ってるから、改良がおかしかったらごめん。かなりテンパってるからごじるかも。今、夫が女とラブホに入っていくの見ちゃった。どうしよう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 。一旦落ち着け。写真には収めたか？何やら面白いことが始まりそうなスレだな。とっさに撮った。出てくるまで待ったがいい？タクシー待たせてるんだけど。状況がわからんが、ホテルに入ったら、出てくるとこまで抑えるのがワンセット。入るとこだけ撮っても、部屋別々で少し休んですぐに出てきたって言われたら、証拠として弱いって聞いたことあるぞ。一緒に入って一緒に出てくる写真が必要だ。女の顔は見たか？知り合いか？いや多分知らない人。出てくるとこも必要。確かにそうだね。なんとか頑張ってみる。旦那たちは車移動？誰の車？旦那の車なら、尾行したら女の家わかるかも。いや、それが私の車なんだよ。そうだね、尾行もできたらやってみるよ。一気の車？またなんで？嫁の車でラブホとはいいと今日、ドラレコあればもうおしまいじゃん。こっちが聞きたい、自分の計使えよ。あ、そうだね。ドラレコある。焦るなよ、尾行もバレないようにね。あと、家に帰ってもすぐ問い詰めちゃダメ。浮気報告すれで一番多い失敗がこれな。言いたくてうずうずするだろうが、数日は我慢して泳がせ。その間に更新所なり使って、徹底的に調べ上げるんだ。あれ、一気のレスないね。もしかしてもうとつったか？いやそれはないだろ。次の報告を待つとしよう。した対処法の知恵だけはピカイチな実践経験ゼロの、ひよこ民たちの心強いアドバイスは、果たして一気に届いたのでしょうか？その日の深夜、一気が再び現れました。ふぅ、長い一日だったー。一気だ。おつ、結果報告はよ。怒涛の一日だったよ。みんなさっきはアドバイスありがとうね。あの後なんとか、ラブホから出てくる夫たちの写真を押さえて、女の家まで特定できた。おお、これはできる一致。状況が全くわからんから、なぜ一致が夫の浮気現場に遭遇したのかから、詳しくしていいか？疲れてるならまた改めてもらってもいいぞ。疲れてるんだけど、興奮してて眠れそうもないからとりあえず書いていくよ。私一昨日から出張で県外に行っててさ、帰宅は2日後の予定だったんだよ。でも出張先の支社でトラブル起きちゃって、急遽本社に戻ってくるよう指示が出たんだ。空港からタクシーに乗って本社に向かっている途中、信号待ちで、私の車が隣の車線に止まった。普段、私の車は私しか使わない。夫は自分の車があるから、夫が私の車に乗ることはないんだけど、なぜか夫が、私の車を運転してて、助手席には見たこともない女が乗っていた。今日、夫は仕事が休みだから、仕事関係でもなさそうだ。もう違和感しかなくて、私はそのままタクシーに、夫運転の車を追ってもらった。今隣にいた白い車を追ってください。ってドラマみたいなセリフ始めて言ったよ。私一人ごとが多いから、ついタクシーなのに。あれ？なんで私の車？とか、は？あの女誰？とか、心の声が全部、出ちゃってたんだよね。そしたら40代くらいの男のタクシー運転手も、旦那さんですか？これは、浮気ですね。なんて私の一人ごとに乗っかってきて、尾行してくださいって言ったらノリノリでさ。ああ、お客さん、これは黒です。だって、ほら、こっち行ったらホテル街。嘘を、どうしよう。バレないように行きましょうね。この車の後ろに入って、と。なんて調子で、私の車が所有者不在の中、ラブホに入ってくとこを見ちゃったわけ。あ、写真撮って、証拠証拠。え？あ、はい。ラブホインする場面も、タクシーの運転手に言われて慌てて撮ったんよ。タクシーのおっちゃんウッキウキでくさ。修羅場に出くわしたのが初めてで、つい仕事を忘れて興奮しちゃったか。過去にも似たような客乗せたことあって、待ち受ける修羅場見たさの行動か。どちらにせよおっちゃんグッジョブ。おっちゃんはこんなの初めてだって言ってたよ。その直後にすれ立てて、みんなに助けを求めたわけなんだが、私も本社に戻らなきゃいけなかったし、運転手をずっと待たせるわけにもいかず、考えた末、一か八か、夫に出張先でトラブル。今日の夜帰ります。とラインを送ったんだ。これですぐに出てこなければ、今日のところは一旦退散しよ。運転手とそう話していた矢先、夫と女が大慌てでチェックアウト。
あまりにすごいスピードで出てくるもんだから、私も焦って間違って動画になっちゃってたけど、大丈夫だよね？さっき見返したらめっちゃシュールなんだけど。くっそアロだー。シュールすぎて草ぼうぼう。賢いじゃん。何時間も待ちぼうけするより手っ取り早く証拠掴んでるし、何より大慌てで出てくるっていう行動自体が、不定を物語ってるからむしろ動画でよかった。夫はよっぽど慌てたのか、駐車場内の柱で車吸ってさ。もうほんと最悪だよ。夫は運転が苦手だから普段は軽なのね。私は車が好きで、お金貯めてちょっといい会社を買ったわけよ。まだ買って1年も経ってないのに、不倫相手と言ったらブホの駐車場ですられてる。私の車マジかわいそす。一気も車もかわいそす。会社乗りか、かっけえな。しかし夫も見えっぱりだな。不倫のセルなら自分の軽のがお似合いだろ。いや、それは軽にも失礼だな。そん時のドラレコ内の会話が楽しみだなあ。ドラレコも早く確認しないとね。一体車内でどんな会話してたんだろ。で、敏腕タクシードライバーの運転で魔女宅まで緊迫の尾行ドライブ。絶妙な距離を保ちつつ、でも見失わない見事な尾行技術のおかげで、女の自宅を特定することができた。女は、新築？まだ築浅っぽい綺麗な。一軒家へと軽い足取りで消えていった。夫がそそくさと走り去った後、しばらく一軒家を注視していると、ベランダには男物の服が干してあったり、敷地内にある駐車場に車が止まってないことから、女も結婚してて、旦那は仕事中か。外出中で、この一軒家も旦那と二人で建てたマイホームであると想定される。できれば女の旦那が帰宅する場面も見たかったが、今日は時間がなくてそこで会社に戻った。わお、ダブル不倫か。しかも平日の明るい時間からお盛んですこと。マイホームなら子供もいるかもな。あれ？いっちも子供いるんか？うちは子なし。そろそろ欲しいねって言ってたのに、まさか鬼女と不倫してるだなんて。位相外すぎて、なんかまだ現実味がない。淡々としてるように見えるのも、多分まだ現実を受け入れられてないから。帰宅後の旦那の様子は？めっちゃ普通。すごいね、数時間前までプリンとセックスしてたのに。おかえり。トラブル大丈夫だった？まあ、イッチが早く帰ってきてくれたから、俺はトラブルに感謝してるけど。なんて嘘もお上手なこと。抑えろ、と高ぶる感情を頑張って、抑制して、喉まで出かかった。お前、車吸っただろう、必死に耐えた。浮気よりも、車すられたことに対する怨嗟の方が深くて臭。その日起こったことを一通り書き終えたイッチは、ひよこ民たちに夫との馴れ初めや、イッチ自身について詳しくされ、ひよこ民たちと共に眠れぬ夜を更かすのでした。夫との出会いは、私がよく行ってたカラオケや、仕事のストレスがすごかった時、ストレス発散のためにハマったのが、一人カラオケだったんだけど、いつも行ってたカラオケ屋に夫が勤めてたんだ。週2くらいのペースで行ってたから、夫とも顔なじみになって、出入りの時に少しずつ夫と世間話するようになった。世間話する時間が少しずつ伸びていく中で、お互いの仕事の愚痴なんかをこぼすまでの中に、毎日仕事、上司からの理不尽な奴あたりに耐えらんないようと私、同じ職場のババアにストーカーされて、たまったもんじゃないようと夫、ストーカー？何それと最初はからかったけど、話を聞いてみると、結構深刻そうだった。40代のそのババアは、いらないと言っても毎日夫に手作り弁当を、持ってきて食べさせ、夫の個人情報を根掘り葉掘り聞いてくるんだとか。ババアの行動はどんどんエスカレートし、退勤後の夫を待ち伏せして家までついてきて、あわよくば上がり込もうとする豪傑ぶり。休みの日も、ベランダに出たら、視線を感じることがあるとか言ってた。気が弱い夫は、ババアにはっきりと言える。性格ではなく、同じく他のパートババアたちも、そのババアと夫をくっつけようとしてくる。と言っていた。はっきり断れない夫の性格が理解できなかったが、まあそんな人もいるのかもな。でもこれで夫が退職を迫られるのはかわいそうだな。そう思った私は、ババアの前で夫に抱きつき彼女を演じた。夫もババアも面玉ひんむいてたが、これでババアも諦めるだろう。しかしババアは強かった。彼女役の私に嫉妬心丸出しで、今度は夫ではなく、私に嫌がらせをしてくるようになった。私が来たら夫に雑用を押し付けて私と一切、合わせないようにしたり、わざと服にジュースをこぼされたりもした。プッチン来た私は、ババアの首根っこ掴んで夫に履歴書持ってこさせ、住所を聞いてそのまま家まで連れてった。家には旦那と子供もいた。職場の若い男に欲情してる、オタクの変態ストーカーババアをどうにかしてくれ、と旦那にぶん投げてやったよ。その後ババアを店で見ることはなくなった。なぜか夫はそんな私の男気あふれる姿に、心を奪われ惚れてしまったらしく、正式に彼女になってくれと言われ交際。夫が店長に昇格したので結婚。二つ年下の夫はなんか可愛くってさ。
守ってあげたくなる感じだった。気が強い私と反対に、温和で誰も傷つけない、強い言葉を使わない。警戒心が強い野生のミーアキャットさえ、夫には懐くんじゃないかってくらい、気が弱くて優しい夫だった。まさか、そのミーアキャットが浮気するとはね。いや旦那がミーアキャットになってるやんけ。イッチがイケメンすぎる、これは惚れますわ。しかしイッチの行動も突発的というか、なんかちょっと危なっかしいな。もともとそんな男勝りな性格なのか?つか、会社乗り回すイッチの素性が気になるぞ。別に私なんて大したことないよ。仕事は外資系で、昔から仕事一筋で、同期も男ばっかりだし、社会の荒波に揉まれる中で気が強くなったのはある。出張も年に数回、国内外問わずある。出張先としては、北米やヨーロッパは国際会議などで年に2回以上。1回ヨーロッパへ行くと、会議や関係周りで4から5カ国回ったりするので半月くらい。研修になると、3ヶ月なんてこともざら。夫に寂しい思いをさせてたことは認めるけど、出張で溜まったマイルは、各自プライベートで自由に使えるから、毎年夫を旅行に連れて行ってあげてたのに、こんな裏切りはなしだよ。出張中も、寂しい、早く帰ってきて。寂しい寂しい寂しい。って言ってたの、嘘だったんだなって思うと涙出てきたー。涙拭けよ。まあちと仕事が忙しすぎる気もするが、それは仕方ないことだし、それも承知の上で結婚したのに、嫁の出張中に、嫁が頑張って稼いだ金で買った。車にプリン乗せて遊び回るのは、下水以外のなんでもないわなー。か弱い装飾系男子の着ぐるみの下に、とんでもないクズ根性隠してたんだな。同情するよ。しかし一気は、知れば知るほどハイスペック女子だな。そんなハイスペック女子が、にちゃんで悩み相談してるなんてなんか笑えるよ。どんなに仕事ができて、生活安泰でも旦那に浮気されてるんだもんな。世の中わからんもんだな。おい、やめろ。おーすまんすまん。まあ逆に言えば男を見る目だけがなかったわけだから。職なし友なしヒロインなし家族なし車なし、毎日予定なしの Y 見て安心しろよ。ハロアイケクズ。どんなに華やかな世界に生きている人でも、それぞれ悩みは葛藤はあるものですね。6台なしが揃ったひよこ民に慰められた一致は、その後しばらく音沙汰なしに、2週間ほどして、すっきりした様子の一致が再びスレに現れました。ここ2週間で一気に片付けたので、今日はその報告に来た。長くなるかもしれんが、私の再出発を応援する意味で見てもらえたら嬉しい。再出発ってことは離婚までこぎつけたのか?さすが一致、仕事が早いな。最後まで見届けるぞ、詳しくよろ。ありがとう。じゃあ前回の続きから書いてく。あの後、私はたまりに溜まった有給を使って、1週間の休暇を取得。もちろん夫には内緒でね。毎日出勤するふりして、証拠を集めに勤しんだ。まず夫のスマホ。女との LINE のやり取りを発見。奴ら、一応対策のためかビジネス会話っぽくしてて。余計腹が立ったわ。女のこと、御社って呼んでてわろた。御社くっそわろたー。ビジネス会話の不倫トーク気になる。さて、御社との打ち合わせの件ですが、弊社の担当が現在出張中であることから、以下の通り日時の希望日を挙げさせていただきました。つきましては、とか、御社も乗っかって、それでは引き続き、ご指導賜りますようお願い申し上げます。また、この件に関しましては、多言現金でお願い申し上げます。うはぁ、こいつらもう楽しんでるだろう、私は一体何の担当だよー、と、草をいっぱい生やすしかなかった。ギャグ線高すぎわろた。しかしなんでこんなビジネス文章が、女とのやりとりだってイッチは気づいたんだ?たまに女が事故って普通の口調で文章を送ってきてたり、写真を送ってたりしたから、やるなら徹底的にやれ、爪が甘いんじゃ。写真ってのが、私の車の中で、運転してる夫と恋人つなぎしてる手だけの写真とか、ホテルで撮ったと、思われる、バスローブ姿の夫の後ろ姿とか。ハンドルは両手で持て。だから事故るんだ。ほんとだよ。ホテルはいつも同じとこ使ってるってこともわかったぞ。あと、御社御社言ってるけど、女も夫と同じカラオケ店に勤めてる人間だった。もうそのカラオケ店、呪われてんだろ。旦那、鬼女に狙われすぎー。ドラレコ映像も消えちゃう前にせっせと回収。ちな社内ではこんな会話が繰り広げられていた。奥さん、出張多すぎじゃない？絶対男いるでしょう。ん?ああ、案外そうかもな。まあ美人だからモテるし。それ私の前で言う。なんかムカついてきた。あーごめんごめん、チューして。いや、そっちがチューして私の機嫌取らなきゃでしょ普通。後でいっぱいしてあげる。運転怖いから集中しないと。奥さんの車だもんねー、ぶつけないでよ。で、ホテルから焦って出てきた時、本当にぶつけた時の車内の様子。ねえ、なんかガリガリって言ったよ。大丈夫?やばくない?
やばい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 、殺される。マジ気をつけてよ、私修理代とか払えないよ。なんとかごまかす。今はまず早く帰ろう。いえ、旦那いないよな。うん、いないよ。こんなに早く帰ってこない。ならいいけど。あーやべえ。なんで急に帰ってくんだよ、腹立つ。家に車ないのバレたらやばいじゃん。だから早く帰らなきゃっつってんのに、信号引っかかるー。想像の遥か彼方の面白さだった。旦那より女の方がハマってる感じだな。なんか生々しい会話だな。イッチは美人なのか、恵まれすぎだろ。このアホたちは、ドラレコの心配はしなかったのだろうか。夫は車に疎いからね。車を走らすっていう基本的な動作しか知らないんじゃないかな。続々と証拠が集まってきたので、私の愛車を勝手に乗り回しておきながら、ガソリンさえ入れてくれない二人を少し、いやかなり懲らしめたい欲に駆られた。さらに二人を油断させるため、夫の休みに合わせて2泊で出張が入ったと吹き込む。いつも通り、キャリーを持って自宅を出る私を、夫は子犬の演技で見送った。出張の時はいつも家からタクシーで駅や空港に向かうので、その日も、あらかじめ予約しておいたタクシーに乗り込んだ。夫を完全に信じ込ませることに成功したが、私の目的地は駅でも空港でもなく、夫と女がいつも密会しているホテルの近所。先回りして、ファミレスで時間を潰す。2時間ほどで、早速動きがあった。ホテルに私の車が登場したのである。朝何時だよ、元気だなぁ。つか不倫以外にすることないんかな。不倫こそが趣味であり、スポーツであり、唯一の楽しみなんじゃねえの？知らんけど。これはお得なフリータイム入室。最近はラブホもいろいろ進化してて楽しそう。二度目のホテルイン写真も無事にゲットし、私は食後のコーヒーをゆっくりたしなんだ後、ホテルへ向かった。うおお。急展開。いきなり突か？カバンから車のスペアキーを取り出し、ホテルから私の車を出庫させて、そのまま帰宅した。はあ、ゴミとも、足を失う。自家用車回収ね、既婚心の意地悪。出てきた時の反応を見られないのが残念だが、私は自分の車を取り返せて満足だ。もう少し遊びたい私は、車を自宅近所のパーキングに駐車。ホテルから出てきた時の反応が見られない分、車がパクられたと焦ってるアホな姿くらい、見させてもらってもいいのではないか。そう考えたのだ。き、ち、くぅ、サイコパスイッチ楽しすぎる。旦那帰宅時の様子を、非常に詳しく書いてくれたのむ。たっぷりとフリータイムで女との密会を楽しんだはずなのに、夕方頃、夫は真っ青な顔で自宅に帰ってきた。駐車場にも私の車がないことと、朝、出張だと言って出て行った私が、家にいることに相当驚いている様子だ。あ、あれ？イッチ、どうしているの？あ、お帰り。いやいや、参ったよ。またトラブっちゃってさ。そうなんだ。ははは、嬉しいな。顔が全く笑えてない夫。ウケる。あ、そういえば、駐車場に私の車がなかったんだけど、夫くん乗ってったの？へぇ？知らない知らない。何？ないの？え、取られたってこと？俺は何にも知らないよ。もう、知ってますって自白してるような動揺の仕方だ。そうなんだ、はぁ、なんか最近おかしかったんだよね。乗ってないのにガソリン減ってるし、運転席の座席の位置は変わってるし、ドラレコには、ラブホに出入りする様子も録画されてるしさ。前から誰かが、私のいない間に車に乗ってる形跡がいっぱいあるんだよね。しかもさ、前のバンパーに傷入ってて、まだ新しいのにほんとありえないんだけど、マジ運転下手なら勝手に乗るなって感じ。そこまで言うと、夫は黙って正座した。ごめんなさい。え、何が？黙られても困るんだけど。謝られる心当たりがありすぎて、何に対して謝？イッチの車勝手に乗って、すって盗まれてすみませんでした。おい、大事なもんが抜けてっぞ。とりあえず先に謝っておけば、相手はともかく自分の仮状態を解消できると思ってるやつだ。10の謝罪より1の保証、さっさと認めて潔く身を引け込み。夫は本気なのか演技なのかわからないが、大号泣しながら額を床にすりつけて、私に許しをこう。ほんと、一番大事なもんが抜けてるし、まだ隠し通そうとする姿勢にムカついた。私の出張中に、家庭のある奥様とラブホでイチャイチャセックスねえ。随分とお取引が盛んなようで。多言現金の技法で、たっぷり、セックスのご指導をなさったようで、弊社に損害しか与えない取引先と、随分危険なコンファレンスを、繰り返されていたようで。取引先の方は、この損害をきちんと、保証してくれるのかな？してくれるよね？当然その覚悟があってのことよね？夫を真似て、ビジネス風に言ってみたが面倒なので直球勝負に出る。あの、さっきから何を言う？プリコと浮気してるのバレバレだって言ってんだよ。好きあらば猿のように、セックス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 。
そんなにセックスしたいなら、プリコと一生繋がっとけよ。繋がったまま惹かれて死ね。冷静を装うにも限界が来てしまい、つい感情的に怒りをぶつけてしまった私は、まとめておいた荷物を持って玄関へ。夫も慌てて後をついてくるが、車の件は、警察に電話。車の心配する暇あったら、自分の今後の心配しとけよ、チンカス。ひるんだ夫を残して私は夫婦の家から脱走し、実家に緊急避難させてもらった。旦那もう顔なしやんけ。唐突なチンカスは心えぐられるな。休暇中に全部片付けたかったので、翌日には弁護士事務所へ出向き、夫との離婚に向けての手続きと、両者に対する賠償請求の内容を整理。離婚協議書が出来上がったので、私は再び夫の残る自宅へ出向いた。そこには、夫と女がいた。二人で仲良くスイーツ食べてた。え嫁に不倫バレて詰められた直後に家にプリンをあげてるの？でまたその場面を嫁に見られたの？この人、人間の方？もしかしてエッチは女が家に来てるの知ってたのか？家になんか仕込んでた？うん、仕込んでたよ。正確には家ではなく夫のスマホに、夫の LINE をそのまま私のスマホで見れるアプリを入れて、ずーっと監視してた。ガチ？いつの間に？私がホテルから車回収する前からかな。私が嘘の出張吹き込んだ後、夫が速攻女を誘ってたのも知ってたから、先回りできた。ああなるほど、それはかなりの作詞だね。じゃあやっぱり、一致が出てった後、家に女を呼んだのは夫だったのか？それは女からだったね。夫が女に対して、嫁にバレて出て行かれたって送ったら。え、じゃあ家行ってもいい？とりあえず会って話し合おう。だと、もうほんと人格疑う。で、二人が自宅で話し合うこと知って私も飛び入り参加してみた。そーっと、そーっと、物音立てないように玄関から入っていくと、リビングテーブルに腰掛ける夫と女の姿が、コーヒー片手に、二人で一つのケーキを、つついて食べていた。不倫カップルだと誰が信じよう。そんな穏やかな空気が、そこには流れていた。正気の沙汰じゃないな。どうやったら嫁に浮気がバレた後に、コーヒーとケーキをたしなめるほどの、メンタルを習得できるんだろう。二人ともほんと尊敬する。コアラよりも脳みそ小さくて脳にシワがなくてつるん。ってしてそう。お邪魔します。へ。同行人が声をかけるまで、二人は私たちの存在に気がつかなかった。女は聞き覚えのありすぎる声に驚き、手に持っていたフォークが吹っ飛んでいった。同行人、女が聞き覚えのありすぎる声。女の旦那だなぁ、てゅんてゅん。ついにメインキャスト全員が揃ったな、シュラバシュラバ。イッチは夫のスマホを遠隔で監視して、女が家に来る日を特定しただけでなく、事前に女の旦那にも接触して、不倫の情報を提供した後、会議への参加を要請していた。ここから、イッチと旦那の狂気じみた復讐劇をお楽しみください。人を裏切りながら食べるケーキって、どんな味なんですか？食べかけのケーキが目に留まり、私はそれを素手で掴んで夫と女の顔に交互にすりつけた。美味しい？ショートケーキ、いいね。あ、イチゴの花言葉って知ってます？幸福な家庭なんですって。あれ？今まさにお二人が壊してるのも、幸福な家庭ですね。それも二つ同時に。やめて。二人の顔にまんべんなくクリームを塗った後、私は手を洗いに一旦キッチンへ。綺麗になった手でカバンから離婚協議書を取り出し、二人の顔面に貼り付けてやった。あ、普通に私でもクリームでよく見えないだろうと思ってさぁ。近くでよく見ろって意味で。なんかイッチが怖いんだが、旦那は相変わらず顔なしだし。人サイコっぽいが大丈夫か？これ。したともうキョンシーにしたのは史上初じゃないか？俺はぶっ飛んでて好きだぞ。女の旦那が空気だったので、私は一歩引いて順番を譲ることに。女の旦那も同じくカバンから書類を取り出し、夫と女の顔にグリグリと押し付ける。痛いよー。花もげる、やめてください。お前らが先にやったんだろ？先にやめなきゃいけなかったのはそっちだろ？ごめんなさい。お前は仕事場に男探しに行ってたのか？子供よりもこいつとのセックスか？旦那はずっと嫁を問い詰めているのに、隣の夫は髪で前が見えない状況からか。旦那が発言するたびに肩をびくつかせている。まだ髪落ちてないんかい。顔に髪張ったまま震えてるって想像したら、めちゃくちゃ面白いんだが。さすが、ミーアキャットのメンタル。旦那もなかなかの最高で草。そしてついに、女の旦那が夫の前へ。夫、唾をごっくんと飲む。うちの嫁さんが世話になりましたね。あ、いえ、こちら、こそ。こちらこそ？殺すぞ。ひぃ、ごめんなさい、それはダメです。本当に反省しています。ごめんなさい。膝から崩れ落ちた夫と女、ついに顔から髪が剥がれ落ちた。あらわになった二人の顔は、涙でぐちゃぐちゃだ。
じゃあ、こいつは一旦連れて帰りますんで、あとは弁護士としてやり取りさせます。はい、よろしくお願いします。女は旦那に引きずられながら自宅を後にした。なぜか少しホッとしている夫の姿が尺に触った。顔についたクリームを袖で拭きながら。ああ、怖かった。本当に殺されるかと思った。とかブツブツ言ってる。アホだなぁ、お前を一番殺したい人間は目の前にいるってのに。え、急にホラーやめろよ。一気確か、一気に片付けたって言ってたよな、それってまさか。もしや、物理的に片付けたんじゃないよな。さっき渡したその紙読んでもらったらわかると思うけど、あんたに請求する賠償金の内訳は、慰謝料300万、車買い取り代250万、引っ越し代50万、合計600万ね。財産分与はなし。一括しか認めない。払えなかったら裁判。オッケー？ 600 万。おかしいだろ。だいたい車の買い取り代と引っ越し代ってなんだよ。汚い不倫女が乗った車なんていらない。同じ理由で、女が足を踏み入れたこの家には、もう住めない。部屋を見るだけで、ここの空気を吸うだけで吐き気がするわ。別に車も引っ越し代も、ぼったくってるわけじゃないから安心して。夫は目をキョロキョロさせながら、次の言葉を探している。床に落ちているわけでもないのにね。車は修理すればまだ十分乗れるだろ。修理代は出すから、車内も除菌しよう。家だって俺がピッカピカに磨くから、バルさんも炊く、な。それでいいだろ。除菌、バルさん、自ら女を売金、害虫扱い。はぁ、まったく。話が通じないな。離婚も嫌だ、イッチが一番好きだ、もう絶対に裏切ったりしない。私は玄関からゴルフクラブを持ってくる。自分で死ぬか、殺されるか。どっちがいい？おい、嘘だろ。ガクガクブルブル。嘘です。離婚します。車も買い取ります。お引っ越しも、してください。全部、もう全部、僕が払いますので。どっちも勘弁してください。まだ死にたくありません。殺されたくもありません。私はただ、来週行われるゴルフコンペのために、クラブを磨いていただけなんだよ。勝手に殺人犯にしないでいただきたい。まあ、ちょっとだけ脅かしてやろうと、思ったけど、こんなバカ殺して人生棒に振るほど私もアホじゃない。夫はその後、宣言通り協議書の内容で離婚に応じました。肝心な、なんで夫は浮気をしたのか。それは、自分よりも収入のいい嫁に、いつも負い目を感じ、私といると男としてのプライドが傷つくから、だそう。嫁の会社乗り回して、まあ、女に見え張ることで精神安定させてたのか？そっちの方が惨めじゃないか？という疑問は今はもう届かないが、まあ、女へも慰謝料請求し、そのお金で新しい車と家を探すつもりです。金玉ヒュンってなったじゃねえか。計算なのか、一致の元なのか。気になるが怖いから聞かない。おつ。正直、殺されたって仕方ないと思う。そりゃ本当に刺しちゃダメだけど。そうされてもおかしくない苦痛を与える行為なんだよ、不倫って。ほんそれ。ちょっとビビったけどグッジョブ、仕事ばかりしてないで、いい恋しろよ。お前は家にばっかいないで飲食探せよ。みんなありがとう、じゃあ路無線に戻ります。背筋がヒヤッとする一致の制裁、いかがだったでしょうか？復讐をすること自体に賛否両論はあるでしょうが、一番悪いのはやはり、されをそこまで駆り立てるほどの裏切りをした、下なのです。あなたが体験したことのある、背筋が凍るヒヤッとした話があれば、コメント欄に書き込んでください。少しずつ熱くなってきた近頃、コメント欄を見てみんなで涼しくなりましょう。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題を、スカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方は、チャンネル登録で次の動画もお見逃しなく、コメント欄での感想も励みになってます。今回の動画を気に入ってくれた方へは、こちらのスカッと動画もおすすめです。最後は運試しのじゃんけんだっぴー。じゃんけんぽん。